はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。国体名庁様、ご支援ありがとうございました。けんちゃんあきらちゃん様、もじゃー様、ご支援とお手紙ありがとうございました。こちらの方は届いたものですね。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。お手紙や物品でのご支援は、金券とかビール券とかですか、こちらまで170-0005、あ、豊島区南大塚 2-11-10-3階、くつざわ領事070-2677-8910まで。生物や重量物はご遠慮ください。刺身詰め合わせとか送ってこないでくださいね。よろしくお願いします。インターホンの調子が悪くて、たまにピーピーってなんですけど、なんか外に違法電波発する車とかいるとなることもあるみたいな、書き込み、見てですね、なんか盗聴してるやつでもいんのかなー、思っておりまして、水戸駅にて石井健一郎支部長の政治活動デビューをお手伝いしてまいりました。今日ですね、日中行ってまいりまして、夜帰ってまいりました。通行人の方でですね、男性つべ見てますってお声掛けくださった男性の方、ありがとうございました。30年ぶりぐらいに水戸駅私行ったんですけれども、すっかり綺麗に整備されててですね、両方の出口に広大なデッキ完備、メディタレーニアンとかいいんだよね、デッキ、ありがちな、松戸駅とか、松戸駅なんかよりもずっと広大だったな。水戸駅人でも多くて、手じゃないですね、人で、人口も多くて、特に高校生多かったです。社会人は車使っちゃうんで駅には来ないのかな。私いわきで、まあ水戸と似たような感じのあれなんですけれども、まあまあ社会人は車使っちゃってどこにでも行ってですね、気がつけば10年間ぐらい電車乗ってねえやなんていう生活もザラであります。前はなかった水戸黄門のブロンズ像もできておりました。ベベ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 、うっかり八兵衛はいませんでした。うっかり八兵衛も入れてやってくれよなんて思いました。で、案内板がこんな感じなんですけれども、日英大中間、台湾の文字も表記されてた。英語と、中国の簡体字ハングル、日本語ですね。5カ国語表記でもう何が何やら、字ちっちゃくて高齢者なんか見えねえよこんなの、俺だって怪しいという感じなんですけれども、国交省を私物化している公明党の仕業ですね。これはもちろん、日米同盟により米軍が国内で活動する機会も想定されるので、英語表記は必要だろうけど、簡体字とハングル表記は中国と北朝鮮の人民軍に利便を図るためのものと推測しております。私は、つまり公明党はですね、日本を人民軍に差し出すつもりで、利的行為、侵略しやすい人民軍が日本国内で活動しやすくしてやがんだよね。これ推進してるんです。許しません私は。公明党、NHK、ジェンダーを超えて考えよう。男らしさ、女らしさ、夫婦別姓、性教育、社会や文化が作り出したジェンダーや固定観念に縛られていませんかなんて番組作って、ネットでも見れますみたいな案内してました。どうやら NHK はですね、男らしさや女らしさ、夫婦、性教育を我々を縛る悪しきものと洗脳してですね、これらを破壊して社会を混乱させたいみたいですね。これが強制の受信料で作られた番組っちゅうんだから腹立ちますね。スクランブルしてくれれば、契約しないんで、どんな番組作っても我関せずでいいけどさ、朝から晩までハングルで放送してでもいいかな、スクランブルしてくれれば、契約者減るだけだから、NHK を見ると赤くなる。つまり NHK が壊したい、ものは女らしさ、男らしさ、夫婦、性教育、
これらを壊したい。で、日本をめちゃくちゃにしたい。という NHK、ということがわかりますね。12月16日、昨日18時から、岸田総理記者会見。一言で言うならば、増税にご理解を。っていうのをですね、言葉を変えて喋ってた、いうものでした。ネットの話です。ふざけんなクソメガネ。本当だよね、クソメガネ。無駄遣い一切減らさず、何言ってんの。責任果たしてない奴に、我々の責任って言われても、五輪やってる場合じゃなかった。ワクチンの予算も合わせば、1兆ぐらいの支出見直しでどうにもなんだろうが、税収70兆円弱で、毎年足らず国債を30兆円弱発行してますよね。70兆円国民が政府に渡してですね、これで曲がれ。ところが、バカ息子的な、政府がですね、足りないから30兆円貸して、じゃあこれは貸しっていうことで、これが毎年続いてる。もともと経費が、経費の方が多い、赤字体質なのに、これを一切見直さないでですね、金が足りない、もっとちょうだい。これが増税ですよね。息子だったら殴りますよね、こんなのね。娘でも殴るかもしれないですよね。こんなだらしないことですから、防衛強化には大賛成だが、他の支出を一切見直さず、手をつけず安直にですね、もっとくれって言ってんのが許せんつう話ですよ。ここら辺の理屈も何も分かってないんでしょうね、クソメガネはね。教えても理解できないでしょうね、あのバカ総理。もう絶望しかないな。増税内閣、早く倒れてくんないかな。党内の反対で引っ込めれば、政権が潰れるから、総理は折れないなんて大臣経験者が言ってたみたいですけど、潰れでいいよんなの、こんな内閣。岸田内閣なんて潰れてくれ、むしろ。困んのは岸田とその取り巻きだけでしょ。男女共同参画、外国人生活保護、留学生優遇、海外支援、この辺を削りに削って、そんでも足んない、増税させてください、言うならわかりますけどね。これ一切やんねえで、安直に税金増やしますって。こんなのね、べってね、みんなね、会費増やしますっていうようなもんでしょ。とあるね、労働組合がなんかに入っててよ。労働組合で、ちっと使いすぎちゃって金ないです。労働組合費上げさせてください。安直に言われても、何、見直しとか節約とかしたのが、ずさんな金の使い方してねえが、言いたくなりますよね。だいたい男女共同参画ってですね、女性が輝ける社会、おーってやつでしょ。20代女性の半数近くが専業主婦になりたいって思ってんのに、無理やり社会で働かそうとして、そのために10兆円も投じて、全く完全に余計なお世話ですよね。女性にとってはね、専業主婦になりてんだからさ。あと活動不明料、収支不透明な怪しい NPO への補助金も見直せって。活動不明料、収支不透明な怪しい NPO コラボなんですけども、家出少女保護や相談窓口活動が建前なんですけど、毎年保有車両の修繕費を計上しているが、修繕した様子がない。毎年タイヤ交換代として30万円弱を計上しているが、2014年、8年前のタイヤが未だについている。少女のための弁当代として、1食3000円弱を計上しているが、高すぎる。無料で弁当の提供も呼びかけており、辻褄が合わない。以上、パチンコ倒産を応援するブログさんがまとめたもの。他にもですね、都に収支開示を求めたら、何柄何まで黒塗りできた。都の生活文化スポーツ部、ぐるみで、何柄何まで怪しい、不明瞭さ。毎年毎年医療費が同額で、予定通りに病気や怪我する超能力でもあるのが、ひろゆきさんが指摘しており、そんな真っ黒コラボに、鉄椎かな、小島康平都議会議員から情報です。ツイートされておりまして、こんな風になるみたいであります。福祉保健局の指導が入った。独立機関、監査委員会の本格調査開始。国の会計検査院、会計監査院の監査が入る、だそうであります。ネットの反応、思ったより展開が早い。変なことしてなきゃ何も怖くない。変なことしてなきゃ、ぬか喜びにならなきゃいいな。
都の職員内部に協力者でもいないとあんなガバガバ会計で通るとは思えないんだけど、都は職員に熱心な共産党員がいるんだよ。今も昔も問題ありませんでした。で、無理やり幕引きしなきゃいいけど、うちの会社会見は毎年受けているからわかるが、そんな甘いもんじゃないよ。例えば一つでも答えに詰まると徹底的に追及されて本社まで巻き込んで大騒ぎになる。積んだと思う。勘定科目以前に領収書と勘定元帳を付き合わせた段階で積む気がする。まあね、あれだ、領収書と、使ったもん、領収書を出せんのかね、コラボ。今から言われて、今一生懸命用意してってことでしょうかね。会計監査員を脅迫するんじゃ、それやったら公安が入ると、試験ですけど、私この件にあんまり詳しくないんで、言われてる指摘とですね、ネットの声拾って終わりにしますけど、バックに総がかりイコール共産党プラス中核派プラス角丸派プラス生コン系6組、労働組合がついてるってひまさんがツイートしておりました。生コン系イコール北朝鮮ですよね。コラボだけでなく全国の都道府県で似たような NPO の監査を希望いたします。多分すっごいの出てくるんでしょうけど、関西生コン同意にですね、テレビやとあんまり案件かな、長間だしな、ちょっとがっかりしております。自民税調会長の宮沢洋一72歳は、消費税を0から 3% にした宮沢喜一総理大臣宏池会の息子でなくて甥でした。訂正いたします。広島日中友好協会会長、元大蔵官僚、78年から93年まで、15年間あの官僚やってた大蔵省、さらに岸田総理のいとこで選挙区も広島で一緒、いわばですね、広島貴族ってやつでありました。住んでるとこもですね、総理と同じ渋谷区原宿の通称財務省マンションだって、世帯主は岸田総理以外全員東大卒、宮沢も東大卒、税調は初めからグルっつーか、総理とグルっつーか、親戚でつるんで、広島貴族でつるんで、税調を私物化してませんか、これ。こいつのですね、宮沢洋一のですね、過去発言なんですけれども、高齢化対策に消費増税はかなり有力な選択肢。消費税が 10% で済むというのもなかなか難しい話。政府の経済対策は財政再建であるべきだ。これ現在では完全に間違いっていう説が多数派でありますね。MMT とかいろんな理論が出てきてますけど、経済再建、経済対策に国が財布の紐絞ったんではダメだっていうのがもう分かっちゃってますよね。ドナルド・トランプとヒラリー・クリントンのどちらを支持するか、2016年の大統領選挙の時、ヒラリーと答えておった。2010年資金管理団体の宮沢会が広島市内の SM クラブに 18,230円支出していた。まあ本人は知んなかったみたいですけど、広島のパチンコゴールドから40万円の寄付を受けていた。経営陣が韓国人だったので外国人からの政治献金禁止に引っかかって、返金した、こんなやつが税調会長でした。クソメガネ同様に、これまた絶望的ですね。どうなっちゃうんでしょうね、増税話ね。抵抗してくれてる自民党議員のおかげで、なんか1年間先送りってなったみたいですけど、したら、猶予になった1年間を利用して、我々が増税反対、増税反対、共同参画とか見直してからやれ、外国人生活保護やめてから言え、留学生そんなに優遇しなくていいんじゃねえの、日本人学生差別になってるって言いまくってですね、増税を阻止する、あるいは岸田内閣を倒す支持率下げて思いっきり、まずは統一地方選で自民党地方議員に落ちてもらうとこから始めようかな。日本改革党の候補がいる、地区ではこちらの方に
投票してもらいたいんですけどね、自民党じゃなくてね、よろしくお願いいたします。あとメール党員さんも大募集であります。物品でのご支援やお手紙なども、送ってください。読むのが楽しみであります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。